エビ色カメムシグナプシスやフィニスはカメムシの一種。やや扁平で頭と両肩が尖る。すすきによくついているが、時に砂糖キビにもつく。全体に非褐色ないし、大々褐色のカメムシ。体長は15から17ミリメートル。頭部は先端が尖っているが、これは単純な構造ではない。頭部には左右から前に突き出す側場があるが、 円錐状に前方に突出し、頭部の中央より前の位置で左右の先端がほぼ一点に集まる。つまり、頭部の左右の部分が前に伸びて、実際の頭部の先端より前に見かけ状の頭部の先端を作っている。副眼は小さくて、赤褐色をしており、触覚は5節あって短く、特に第1節と3節が短い。全体に褐色で、第5節は先端が 黒か四色になっている。前胸背は幅広く、両端は左右に突き出した明らかな角となっており、それより前側の円は細かい挙子状になっている。また、両側の角をつなぐ背面の線はやや顕著な量となっており、またこの部分は周囲より多少色が淡い。小立て板は縦に長く、その先端は細くなっている。 全子の膜質部は無色だが、死脈の両側が黒くなっているため、角脈は二条の細線の形に見て取れる。体の下面は背面とほぼ同じだが、時に多少色濃くなっており、ごく細かな黒か四色の天国が一面にある。腹部の肝は黒い。ふわしの表面も体の下面とほぼ同様になっている。幼虫は、成虫とほぼ似た形だが、より楕円型に近くて、 より扁平になっている。体色も成虫に似た、高褐色の地に赤と黒の天国が多数、筋状に並んでいる。頭部には、側葉二つが前に突き出しているが、成虫のように中央で接触していないので、頭部前縁が中央で深く切れ込んでいるように見える。触覚と興奮は短くて、興奮の先端は前足の基部にも届かない。ただし一例幼虫は体に、 厚みがあって横から見ると丸みを帯びており、二例から扁平になる。日本では北海道から九州まで、それに津島、奄美大島以南の南西諸島に知られ、国外では朝鮮半島と中国に分布がある。沖縄のものは本州のものに比べて触角がやや長く、太平の黒い天国がやや密であるなどの差があると、言うが特に分けられてはいない。 年一火星と考えられる。6から7月に浮かし、成虫がそのまま冬を越して、春になって交尾し、産卵する。卵は、卵塊の形で産み付けられる。成虫は、食草の根元や落ち葉の下で越冬する。食草は、ツス,スキなど、稲かやかやリり草で、砂糖キビにもつくことはあるが、飼育家の餌としては使い難いという。野外では、 宿主植物の生えた日当たりのいい草地や露房などで見られる。特にススキでよく見られる。飼育下の観察では、卵は規則的に2列にきっちりと並んだ卵塊の状態で産み付けられ、その卵数は1から15個で、平均は12.3個、最も頻度の高かった数は14個であった。孵化までに要する期間は温度の影響が大きくて高温で短縮され、 3月下旬には平均12.3日、6月上旬には5.7日であった。動きは緩慢で、食草の上でほとんど動くことなく、静止しているのを見ることが多い。人が近づくと触覚を敏速に動かす。刺激に対して、セミのように腹部口端から排出液を飛ばすことができる。本種を含むは、エビイロカメムシ属は、 エビイロカメムシアカサブファムリーフィリセファライニーに所属するが、この赤に含まれる種で、日本に産するのは本種だけである。この赤のものは、興奮がとても短く、前足の元節を超えない程度であることが特徴で、その点で、他のカメムシ科のものから容易に区別され、かつては別のトガとして扱ったこともあった。大発生した場合に、ススキなどから移動して、 サトウキビ畑に入り、被害を与えることがある。ただし、ススキでは本種によって、葉がこしする例もあるが、サトウキビでは応変する程度の被害に収まるという。1983年に、宮古島で本種が多数発生し、サトウキビに加害した際の調査によると、発生の中心は、ススキ群落であり、サトウキビへの加害はそれに接した周辺部のみであった。 被害を受けた葉は葉脈に沿って褐色の像が見られるようになり、その大きさは、ススキでは幅1.5から5ミリメートル、長さ18から72センチメートルに達したのに、対し、サトウキビの未展開の葉では、より幅広く、体状に出る傾向があった。ススキでは、それがひどくなると、葉が腰し,し、一部では、全部の葉が枯れ上がる。 同じくススキのレーダーが被害を受けた葉の全体に黄色くなり、ひどくなると血石色の反問が多数出て、穂の出る率が低下し、冬枯れが早まるとの報告もある。しかしサトウキビではそこまでの被害は出ない。この事例では、ススキのほとんどの株に被害が出て、全葉が枯れた株まであったのに対し、サトウキビでは、成虫の数が株あたり、せいぜい5頭。 平均で1.7頭しか見られず、葉の腰も見られなかった。飼育に際しても、サトウキビを宿主にすると生育が良くないことから、ススキでの発生数が多くなり、腰が始まって、後に成虫が移動してきて加害するものであると考えられ、サトウキビは好まれていないらしい。他に稲に加害した事例もあるという。以下、主として、石井保果編、P210 志村編。 P81 安永田町。P39? 石川ほか P 四 P494? 小浜、ひか。P54? 小浜、ひか。P56? 六うめたに、岡田編、P595 十五志村編、P81? 一うめたに、岡田編、P595 十五志村編、P81 の座は、P23 以下。小浜、ひか。安永田町。P69? 石井ほか編、 P210 志村編、P81 以下も石川ほか編、P494、梅谷、岡田編、P595 以下も、小浜、氷か、小浜、氷か、P53。ありがとうございます。